ユーリー・ガガーリン、ユーリー・アレクセイエビチ・ガガーリン、1934年3月9日から1968年3月27日は、ソビエト連邦の軍人、パイロット、宇宙飛行士。最終階級は大佐。1961年、世界初の有人宇宙飛行として、ボストーク1号に単身登場した人物である。ガガーリンは、 モスクワ製法のグジャーツクシに近い村クルシノで生まれた。両親はコルホーズの労働者であった。労働者階級出身の英雄というガガーリン像を強調するため、両親は農民劣化と語られている。もちろん労働階級出身であることは間違いではないが、実際のガガーリンの父親は教養のある腕利きの大工であり、母親もインテリで読書家であった。 彼は四人兄弟の三人目で、幼いガガーリンの世話は姉が行うこともあった。他のソ連国民同様、第二次世界大戦は一家に大きな苦しみをもたらした。二人の兄は1943年にドイツによりポーランドへ連れ去られ、強制労働に従事させられ、戦争が終わるまで戻らなかった。少年時代のガガーリンへの評価は、 真面目で勉強家だが、茶目めっもあるというものだった。少年時代の数学の教師がパイロットとして従軍したことが、後のガガーリンの生き方に影響を与えることになる。金属工場の見習いとして働き出したガガーリンは、優秀であったため、技術教育を受けるべく、サラトフの学校へ送られた。そこで彼は、エアロクラブに入り、 軽飛行機での飛行を楽しんだが、徐々に飛ぶことの楽しさに取りつかれるようになった。工業学校を卒業したガバーリンはパイロットを志し、1955年にオレンブルクにあった空軍士官学校に入り。1957年にはオレンブルクで出会ったバレンチナ・ゴリチェバと結婚している。卒業後、ノルウェー国境に近いムルマンスクの基地に配属された。 当時の記録によると、ガガーリンの身長は158センチメートルであった。1960年代、宇宙開発が本格的に始まったことに伴って、宇宙飛行士の選抜が始められ、ガガーリンも20人の候補生の一人に選ばれた。ガガーリンは、他の飛行士たちと共に、宇宙飛行に必要な身体的、精神的耐久性をテストされながら、厳しい訓練を受けた。 ついに世界初の有人宇宙飛行が行われることが決まった時、パイロットの候補はガガーリンとゲルマン・チトフのどちらかに絞られた。二人とも訓練結果が優れていただけでなく、身長が高くなかったことが決め手となった。なぜなら、最初期のボストーク宇宙船は、非常に小さく、大柄な人間が乗ることは困難であったからである。最終選考の結果、選ばれたのはガガーリンだった。 この決定は政府の上層部によって行われたが、決め手となったのはガガーリンが労働者階級出身にあることに加え温和で、社交的な性格とユーリーというロシア的な名前、そして労働者階級出身の英雄という点を強調しやすい追い立ちにあった。なお先行に漏れたジトフは後にガガーリンに次ぐ2番目の宇宙飛行士になっており、自ら機体を操縦したい危険外で食事をするなどの、 実験を行い、その様子は記録映像に残されている。1961年4月12日、ガガーリンはボストーク参加マイナス2で世界初の有人宇宙飛行に成功した。この時のコールサインは、ケイドル、ヒマラヤ、杉の井であった。飛行中、という歌、エブゲニー・ドルマトフスキー作詞、ドミートリー・ショスタコービチ作曲、作品86を口ずさんで、 自分自身を元気づけていたと言われている。ガガーリンを乗せた宇宙船は地球周回軌道に入り、大気圏外を1時間50分弱で一周し、ソ連領内の牧場に帰還した。当初は宇宙船と共に着陸したとされていたが、実際は高度7000メートルで飛行士を座席ごとカプセルから射出して、一人パラシュートで、 降下させるという大きな危険を伴うものだった。飛行中にガガーリンは自分が注意から詳へ昇進、二階級特進したというタス通信のニュースを聞いた。ガガーリンも喜んだが、このような発表を飛行中のガガーリンに伝えた。本当の理由は、当時の技術では政府高官がガガーリンが生きて帰還する可能性が低いと考えていたからだと言われている。 地上に無事帰還すると、ガガーリンは一躍、地の人となった。ニキータ・フルシチョフとの対面では、ガガーリンは、このような計画を成功に導いた、共産党の偉大さを称賛した。フルシチョフにとって、ガガーリンの成功は、通常兵器を犠牲にしてまで、自ら推し進めたミサイル力増強計画の成果を示すものであった。宇宙からの帰還後、ガガーリンは、 ソビエトの宇宙計画の広告塔として世界を旅した。ガガーリンは激変した自分の環境にもうまく適応したかのようであったが、徐々に精神的に弱り、酒を飲むようになった。1961年には自傷行為を起こしている。その後、ガガーリンは飛行指揮官となるため、訓練の一環として飛行訓練を再開する。 1967年には、親友でもあるウラジーミル・コマロフが登場するソユーズ1号のバックアップ要員を務める。試験飛行が一度も成功しないままソユーズが出発の日を迎えた時、ガガーリンは宇宙服を着て自分が乗るとコマロフをかばったという。結果的にコマロフは宇宙船自動安定化システムの機能停止や大気圏突入時パラシュートが絡まるなどのトラブルで、 死亡してしまう。1968年3月27日、ガガーリンは、教官と共に登場したミグマイナス15打ちで、キルジャチ付近を飛行中、墜落事故を起こし、死亡した。去年34ん、ん事故の正確な原因は長らく不明であり、政治的思惑が絡んだ人為的な事故説などの陰謀論も含めて噂されていた。ガガーリンが、 登場時に飲酒していたという噂も流れたが、彼は飛行前のメディカルチェックに合格しており、死後行われた調査でも飲酒を示す。一切の証拠は見つからなかった。陰謀論以外として、付近を飛行していた別の軍用機に巻き込まれたというものがある。1986年に発表された調査資料によれば、スマイナス11迎撃機が付近を高速飛行したため、 その衝撃波に巻き込まれて、操縦不能状態になった可能性が示唆されている。九百八十八年のプラウダ市の報道では、ガガーリンの近くを完成ミスのためミグマイナス二十一が通過し、事故を招いたという調査結果が取り上げられた。二千五年に発表された新設では、コックピットの通気口が故障化前の搭乗者のミスで、開いたままになっており、そこから酸素が漏れ出して、 低酸素状態になり、意識を失って、操縦不能状態に陥ったとしている。2011年4月に機密解除された、当時のソ連政府調査委員会の報告書によると、気象観測用気球か鳥との衝突を避けようとして、操縦不能に陥ったことが原因だったと結論付けられている。しかし、ガガーリンの同僚であり事故調査委員会にも、 参加していたアレクセイ・レオーノフはこの結論を否定し、また彼の証言として調査結果に記載された内容が劣造だったことを明かしている。レオーノフは2013年に無許可で発信したスマイナス15が付近を通過し、それを回避しようとしたカガ,ガーリンのミグマイナス15が回避しきれず、操縦不能に陥り、結果として墜落に至ったことが死因だったと語っている。 レオーノフはまた事故を引き起こしたスマイナス十五のパイロットはソ連邦英雄であり名前を公にしないことを条件に真相を明かすことを許されたとも述べている。前人未踏の宇宙に飛び立つ際に発した一言である。この言葉は人類史の,の幕開けを告げる言葉として東側諸国で歴史的な言葉となった。また、それ以外の出発直前の会話も録音。 文書化されており、ロケット設計者のセルゲイ・コロロフトのジョークを交えた会話や整備士の調整忘れの修正作業に関する会話、コントロールパネルのライトの一つが点灯しないので、ハッチの調整が必要だと言われる場面等も残っている。これらの内容は2011年4月にロシア政府によって公開されたガガーリンの一生にする700ページ以上に及ぶ文書に掲載されている。 カガ,ガーリンの言葉として知られる、地球は青かったは、1961年4月13日付のイズベスチアに掲載されたルポ、着陸地点にいたオストロウモフ、記者によるものによれば、原文では、となっており、日本語では、空は、非常に暗かった。一方、地球は青みがかっていたとなる。朝日新聞4月13日夕刊、毎日新聞4月13日夕刊、 読売新聞4月13日長官は、この記事を元にして、ガガーリンの言葉を伝えている。ガガーリンの地球周回中の言葉として報道され、有名になったものとして、ここに神は見当たらないというものがある。ガガーリンが飛行中に見回してみても神はいないと言ったとされているが、記録には、その種の発言は一切残されていない。これは、 同じソ連の宇宙飛行士のチトフが訪米した時にシアトルで記者団に向けて放った発言である。しかしながら日本以外ではこの言葉の方が地球は青かったよりも有名である。他に私は周りを見渡したが神は見当たらなかったという表現でもよく引き合いに出されている。ガガーリンの親友であった宇宙飛行士アレクセイ・レオーノフは著書2サイズ・オブ・ザ・ムーン。 アポロとソユーズ P295 の中でガガーリン自身が好んで語ったアネクドートとして次の話を挙げている。おそらくこの中の言葉が彼自身の言葉として一人歩きしているのではないかと思われる。宇宙から帰還したガガーリンの歓迎パーティにロシア正教のモスクワ総主教アレクシー一世が列席しておりガガーリンに尋ねた。 しばらくしてフルシチョフがガガーリンに同じことを尋ねた。総主教との約束を思い出したガガーリンは先ほどとは違うことを答えた。ガガーリンが宇宙へ赴いた最初の人類であることは今でも疑問の余地がないがいまだにソ連ではガガーリン以前に二度有人宇宙飛行が試みられたが国境を越えて中国に着陸してしまう等で失敗、隠蔽のために 永遠の秘密とされたという噂もある。この話は、しばしば著名な飛行機設計者、セルゲイ・リューシンの息子、ウラジーミルの名前と結びつけて論じられる。ソビエト政府は、宇宙計画のイメージダウンを恐れて、すべてを秘密にしているというのである。米国の SF 作家、ロバート・ハインラインは1960年に書いた記事、プラウダは真実を意味しているか、の中で、 1960年5月15日の出来事として次のような話を記している。それによればハインラインがソ連を旅行中、赤軍兵士たちが有人宇宙ロケットが打ち上げられたということを熱く語っていたという。しかし、後から政府交換に聞いても否定され、ビリニュースで見たプラウダにも何も記事がなかったというのである。ハインラインは実際に 有人宇宙ロケットが打ち上げられたが失敗したため封印されたのだと考えた。ガガーリンの電気、スターマンによればこのような噂が広まった背景には有人宇宙飛行に先駆けて行われた無人試験飛行で人形を乗せ通信のチェックを行うために人の声を吹き込みがテープを乗せていたことが原因ではないかと推測している。もっともガガーリンの宇宙飛行時 打ち上げまでは、その事実は明らかにされなかったこと等を挙げ、ソ連の事実隠蔽を疑う意見も未だに存在する。しかし、打ち上げ成功直後に、ソ連政府は、ガガーリン少佐を乗せたボストークが、軌道集会中と発表している。このことは、ソ連政府が、ガガーリンの安全な帰還に、相当な自信を持っていたことの表とも受け止められ、もしそれ以前に、 友人飛行に失敗しているなら、そのようなタイミングでの発表は考えにくい。このことも噂を否定する間接的な証拠と言える。何より、これまで様々な噂が流れていたにもかかわらず、それらを証明する物的証拠は出ていない。当時は、冷戦という得意な社会構造の中で、いわば敵国であったソ連への漠然とした不信感が存在していた。そのため、 そのような感情に関連して、ソ連が事実を隠蔽しているとの噂が生み出されので、あろう。さらにガガーリンは日本にも来たことがあるが、発言に不可解な面が目立ったことから不審に見られ、取得している機密を守るための替え玉では、との報道もあった。これは、糸川秀夫がガガーリン本人と対談した際の個人的な感想をもとにしたものであり。 糸川の意見に対しては反論もなされている。ガガーリンの名を冠したものに、以下のものがある。5おさむき